ポップティーン TV。 みなさんこんにちは、のあやんです。にゃんにゃんじゃんえなです。イエーイ。今日は、サバイバルでもやったあのメイク交換をのあやんとしたいと思います。ちゃんとやってない。ちゃんと、早速やっていきたいと思います。まずは私がえなたんにしていきたいと思います。はい、それではまずは、カラコンを装着していきたいと思います。今回はですね、ロート製薬さんのエマーブル、ティアマーブルというカラーのコンタクトをつけてもらいます。これは涙で濡れて潤いまとうようなうるつやアイということで、結構私が普段使ってるチルント系のカラコンな気がするので、これを選びました。で、凝ってるデザインだからどんな感じになるのかすごい楽しみです。これさ 14.2mm やんな、このカラコン。いや結構普段から 14.2 使ってる。あ、ほんま、つけやすい、一番つけやすいサイズだから、すごいいいなと思います。しかもチルン系可愛いから気になるな、ね、早速つけて、はい、つけたいと思います。はい、カラコンつけてみました。どう？すごいなんかデザインがめっちゃ繊細、ほんまに。しかもやっぱ予想通り瞳がね、チルンってしてるな。涙に濡れて潤いまとうようなって感じで、急に2年と3年なんかもう本当に生盛りたくなるようなうるんってした瞳に。結構さ、普通に柄とかすごい発色いいんですけど、裸眼に近くて本当に可愛いです。ナチュラルやのにデザインもこっちで、はっきりちょっとおしゃれな感じのチルン系カラーになってるかなと思います。では早速メイクに移りたいと思います。ではまずは眉毛からやっていきたいと思います。え、料理とかする？デン君よく聞かれるよく聞かれる。作ろうと思うねんけど、レン君の方がうまいねんな。これどうしたらいいの？でもじゃあそれはもう作ってもらおう。そう、作ってもらったらいいと思うのは解決した。完成したんですけど、皆さん、オーマイガー。はい、では完成したんですけど、皆様、今ね、モザイクがかかってると思うんですけど、気になりますよね。それでは、3、2、1、ドン。あー、イエーイ、完成した。すごい、めっちゃいい感じ。え、マジでうまい。嬉しい。ほんまに思った。嬉しい。え、こんな感じ。なんかすごい韓国の、韓国っぽいメイクとこのティアマーブルのカラーのカラコンがすごいマッチしとって、めっちゃいい感じになってます。なんか全然オリちゃんメイクとかにも合うよな、普段使いもできるけど、こういう特別感のあるメイクにも合うって、なんかすごい万能なコンタクトやなって思いました。はい、では早速のアニャンにメイクをしていきたいと思います。まずはカラコンからつけてもらいます。ナーニャにつけてもらうのは、ロート製薬さんのエマーブル、シャインマーブルです。こんな感じです。光を集めたようなきらめきアイっていうシリーズになってます。すごい見た目がね、本当にキラキラ、なんかキラッとしとって、女の子らしいよね、してる。結構これはブルーとグリーンと黄色がすごい光ってるな、混ざったような色になってて、本当にもうキラキラ。なんかエマーブルってなんか柄のこだわりがすごい。なあ、無視せっときゃ。やったやん、一緒に。キラキラーっす。感じ。ね、ちょっと早速じゃあつけていきたいと思います。はい、ではカラコン装着しました。なあ、結構。すごいブラウン、結構ブラウンって感じ、透明感のある感じ、すごい透明感もあって、結構さ、これもすごいチュルンってした感じで、本当にキラキラした目になってる、可愛い女の子らしい瞳に、なったかなって思います。なんかこっちはさ、すごいちょっとさ、黒っぽかったけど、こっちは本当にブラウンって感じの色ですね。可愛い、なんかモテメイクとかそうやね。じゃあモテメイクにするメイクに。そうや。じゃあエナがモテメイクを楽しみです。にしていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあまずは
眉毛から描いていく。眉毛、うん、緊張するじゃん。ちょっと脳に緊張する。うそ、マジで全く緊張する。でもラーメンとか一緒に行ったりする？するするする。ノアさん、ラーメン屋さん行ったことないきさ。マジで？うん。そうなんだ。人生の半分損してる。ほんま？うん。ラーメンマジで週3ぐらいで行く。はい、ラーメンのメイク完成しました。今はね、まだモザイクかかってると思うんですけど、皆さん見たい？見たいかい？かわいい、本当にかわいい。じゃあノアミャンのオープンまで3、2、1。はい、すごい、なんか新しいのお姉さんって感じになりました。なんかさ、お上品な感じで、めっちゃかわいい、うん、あとこのコンタクトが結構このメイクともあって、ちょっとなんか清楚な雰囲気で、うん、OL さんとかやっぱ学生さんとかにも結構いいんじゃないかなっていうカラコンな気がする、うん、結構本当に先も言った通りモテメイクにすごい合うかも、うん、なんか結構チロンってしてる、ほんまにこれこそ本当にキリンってしてるし、まあ、ナチュラルに近いけど、ナチュラルやけどすごいいいですね、かわいい。つまりなんか結構見た目とか、ちょっとラガーに近いのかなって思ったんですけど、発色もちゃんとしてくれるし、ナチュラルやのに可愛く盛れるってすごい、うん、なんか今の女の子がすごい求めちゅうカラコンやなって感じがしました、うん、本当に付け心地とかも求めちゅうな求めちゅうちょこちょこ出るような、うん、表現が本当にでも付け心地がマジでいい。ほんまにわかる、なんか柔らかい、うん、レンズが結構初めてカラコン挑戦するって方とかにもいいかなって思って、しかもロード製薬さんも、うん、やっぱりなんか安心感わかる、初めてつける子でも、うん、いやマジで可愛い、結構これから愛用したい、うん、普通にプライベートでも使いたいなと思います、うん、はい、では今回はこちらのロード製薬さんのイマーブルのカラコンをつけてみたんですけど、うん、ドンキホーテさんとか、うん、ドラッグストアさんとかドラッグストア売ってるのでね、本当につけ心地もいいしナチュラルやし派手なカラコンじゃないき、うん、手が出しやすいカラコンやなと思うので、うん、ぜひ皆さんも、ね、試してみてほしいですね、うん、はい、ということで、皆さん動画見ていただきありがとうございました。ポップティン TV のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではノーニャンでした。ニャーニャン、じゃあエナです。